こんにちは、速稼塾の久保です。今日は12月15日朝5時32分なんですけども、昨日 FX の相場解説でこれは分かりませんと、手を出しませんっていうことで動画終わったと思うんですけども、いやそれがねやっぱり正解でしたね。ちょっと画面切り替えていきましょうか。もう妙な動きしてましたよ。いや危ない危ない。ドル円の1時間足なんですけども、これ見てくださいよ、ね、もう分かるよ、この V の字。これはね、こんなことがいきなり起きちゃ分かんないですよ、私は、うん、いやー怖かったですね。だから今までどういうふうに考えてたかというと、こういうふうな感じですよ。こういうふうな感じで、フラッグのように抜けて、で N を書いて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 、まあ言ってこういうふうにいくのかなぐらいは思ってたんですけども、ズバーンとね上がってきましたね。いやこれはねちょっとね本当にエントリーしなくてよかったです。こういう風な動きっていうのは全く考えられなかったですからね。さあそれでこれからなんですけども、どうするかというと、これからもますますわからないんですけども、ここね大きく陽線を出した後に今度はちっちゃくまとまってきたわけですよ。これはだから、やっぱりトレンドの方向に向かっていくんではなかろうかと思うんですけども、いやこのね派手な動きの後っていうのは、通常はね横ばいに行くことが多いんですよ。様子見が増えますからね。でもちょっとわかんないですね、今日もね。こんな感じで今年はもう年を越してしまうんでしょうか。だから12月だからってわけじゃないですよ、この動きは。何が起きたんでしょうね。大統領選が関係するのかなとか思っちゃいますけども、まあ自分自身こうやってテクニカルじゃなくてファンダメンタルを思い出したら、もうね、相場は見ない方がいいんですよ。もう完全にこのテクニカルの中で説明ができなくなってきてるんで、だから他の要因、ファンダメンタルにね、その原因を求めようとしてるんですよね。だからテクニカルでやってるんだったら、テクニカルだけで勝たないといけないんですけども、私のテクニカルの範疇を昨日、今日と超えてますね。これはちょっと手も足も出ないというところでございます。というところで、もうね、1日というか、1日2日になるかもしれませんけども、様子を見させていただきます。見るのも相場に立ち返って、今回はですね、ちょっともうエントリー今週できないかもしれないですね。今週1週間エントリーできないぐらいの覚悟でいかないといけないかなと思います。そして12月はこのまま何もせずに終わるということもね、覚悟しないといけないかなというところでございます。いやーでもね、損失が出ないだけでも良かったです。昨日のエントリーは絶対に損失が出てましたね、これは。いやー怖いですね。では失礼します。